キュントス山はデロス島に位置する標高113メートルの山。ギリシア神話では古代ギリシア世界でとりわけ人気の高かった光明神アポローンの生まれた場所でもある。キュントス山の山頂、キュントス山山頂にはゼウスヒーパトスの神域があり、そこからは紀元前3000年期の住居跡が発掘されるなど古くから信仰されていたことがわかる。 山道からやや外れた岩がちな中原には洞窟もあり、その内部はヘイラクレースの新域となっている。キュントス山山頂からの眺め冷凍はアポローンを生む際、女神ヘーラーからの嫉妬によって迫害されていた。これはアポローンの父親がヘーラーの夫であるゼウスだったからである。冷凍は各地を放浪し、息子を生む場所を求めたが、あらゆる土地が恐怖ゆえに、 それを拒否した。最終的に彼女はデロス島にたどり着いた。デロス島は偉大な神が生まれようとしていることに恐れをの,のいたが、将来多くの参拝者で賑わうであろうことを約束され、この地で出産することに承諾した。冷凍はキュンとセヤマの頂に背を持たせ、シュロの木にしがみつきながら9日9番苦しんだ。これは出産の女神、英霊テいーヤが、 ヘーラーの策謀によって天から降りてこなかったためである。そこで、霊島に付き従っていた女神たちは、黄金の首飾りを与えると約束して、英霊テューヤを無理やり連れてきた。そして、アポローンがデロス島に降誕したのである。ありがとうございます。